東京 TDC 賞2020ブックデザイン賞受賞はジョナサン・エレリーさん、ローレンス・ウェイナーさん、Here it is, here it ain't での受賞です。お二人から贈られた言葉と作品画像をショーイングした後、グラフィックデザイナーで審査員の服部克成さんのメッセージ映像をご紹介します。ロンドンのジョナサン・エレリーさんとニューヨークのローレンス・ウェイナーさんが TDC デイのためにご相談をされました。そしてここで示してほしいと届きましたのがこの言葉です。この本は2人のアーティストの、掛け合いみたいなものだと思うんですけれども、掛け合いで生まれたようなものだと思うんですけれども、ローレンス・ウェイナーは文字っていうか言葉ですね、言葉を使った作品をずっと、作られてると思うんだけど、なんていうかこうただ言葉の概念をこうゴロンと投げ出すっていうよりも、書体とか、色とか、あとこう空間におけるその配置とか、あと線と文字組み合わせるとか、四角とか矢印とか、なんかそういうのを全て含めて作品になってるっていうか、詩になってるっていうか、なんかそういうのがすごく好きですね。昔からすごい好きなアーティストです。で、ジョナサン・エレリーさんはおそらく、グラフィックデザインとこうアーティストとアートの仕事とこうまたがって活動されているような方だと思うんですけれども、あとこの本を出しているブラウンズ・エディションズっていうのも彼の会社だと思うんですけれども、僕は前に見たことあるのは、全部のページにそのページのノンブルページ番号がいろんな書体とかテクスチャーで印刷されているような作品を見たことありますけれども、そういう方だと思います。今回はこの本だとおそらく、文字の、こういうタイポグラフィーのところとか、あとこういうその文字のところの下書きみたいな、ところはロレンス・ワイナーのパートだと思いますし、なんか色のついたガムテープみたいなものとかシールとかでこう作ってる抽象的なイメージとか、あとこうなんか謎の写真がこう時々入ってくるんですけど、そういうのは多分、エレリーさんのパートなんだと思うんですけれども、このもちろんその響き合い、なんか響き合いで生まれた本っていう感じが、そのこう良さがすごくあると思うんですけど、もちろん2人のアーティストの響き合いでもあるんだけど、だしその色ね、分かりやすく色、すごくこう色の響き合いとか、形の響き合いとか、
もすごくあるんですけれども、マテリアルっていうか、その、まあ、このさっきの、この下書きみたいなものになる、この紙の感じとか、こうタッチの感じとか、一方、このガムテープのテクスチャーの感じとか、まあ、この本自体の、表紙もこれ布張りみたいな感じなんですけど、その感じとか、それなんかマテリアルの響き合い、みたいなものがすごくこう、心地いいなっていう感じがすごくして、まあ、それが本のなんか存在感が素敵だなっていうふうに、思います。これをどうやってこの2人がこの本を、作ったのかなっていうのがすごく、まあ、気になるというか、勝手に想像するのが楽しいなというふうに、まあ、思うんですけれども、まあ、おそらくはというか、僕の想像は、特にこう綿密に打ち合わせてとかいうことではなく、本を出したい、出すという意思を伝えたら、ウェイナーさんからボンとなんか届いて、その作品に対して、エレリーさんがこう反応して、なんかまた作って、なんかそういうこう両者の、響き合いというのかな、こう作品を介しての会話っていうんですかね、なんかそういうことで出来上がったような、そういうかっこいい感じじゃないかなと思います。まあ違うかもしれませんけど、ものすごく一生懸命綿密に話し合ったりしてるのかもしれませんが、まあちょっとその辺はなんかどうやってこの本ができたのかなっていうのを想像すると、楽しいですね。まあそんなふうに、まあこう一人の作家じゃなくて二人の作家のこう、なんかそのやり取りのこう心地よさっていうのがすごく感じられる本だなと、まあ思います。まあとはいえですね、あんまりそう今喋ったようなことも、まあなんか、まあどうでもいいかなという気もするんですよね。なんかもう、なんかすごいこう素敵なものだなっていうか、こういいなっていう感じが、まあ僕も審査会でそう、まあ見て、思って、審査会から帰ってすぐ、まあ、注文して入手したんですけれども、なんかまあただこう見ればいいんじゃないかなって、彼らのコメントにもありましたけど、決してこう分かりやすいこう内容というか、そういうものとはちょっと違うと思うんですけどね。でもこう、まあそれをこう味わうというか、っていうのがすごく素敵な感じがします。表紙のこの黄色とか、ちっちゃいこの黄色がね、この一箇所だけ黄色いこの黄色とかいいなとなんか思ったりするんですけど ということで、服部一成でした。ウェイナーさんって結構角度っていうのをすごいやってるんですよね、作品で。斜めにこう言葉がボンと置かれてたり、斜めの線、まあこれもそうですけど、こう、なんかそれが、いつも、まあ意味とかいうことより、なんか、ああ、いい角度だなっていつもなんか思うんですよね。っていうのを言おうと思ったんだけど。